ドルコースのティノです。今日はこちらユニバーサルスタジオジャパンにやってきました。イエーイ。で今日はですね、あれ方聞いた相方のですね、アミタスはこのイヤリングを作ってるお姉さんですと一緒に遊んでいきたいと思います。なのでオフ VTR です。イエーイ。くぐるでいえ撮ってたの今。あ、急に撮り始めるよこうやって。あ、今撮ってんの。撮ってるよ。え、なんか楽しいじゃんこういうのって。楽しいね。あ、そうそう、あの地球儀とかね、地球儀とかね。みんなどこに向かってるんだろうね。甘い匂いする。もうなんかお腹すくよね。てかなんかすごい久々に私ユニバに来たので、すごい普通に楽しみたいと思います。今日ゴーチさんのところをくぐっていきたいと思います。預けに行くんですって。へえ。ゴーグルつけてうにゃうにゃしてたら、さきちゃんがとっても可愛かったです。あ、さきえるね、さきえる。さきちゃん可愛かったです。可愛かった、ね、あのエヴァはですね、あの初号機がかなり蛍光グリーンが強い感じで、もうキラキラしてました。キラキラ、どんな感想だって感じだけど、またも見える。なんかその発色の良さとかを気にしてしまうところがそれでした。でまた遊んできます。次どこ行く。写真撮る。イエーイ。写真撮ってるの、それは。マジで。はい。初号機入らんわ。あ、撮った。入ってる。はい、チーズ。11月の13日です。で、今はクリスマスの景色になっているので、じゃーん。あんな大きなクリスマスツリーがあるんです。ユニバのこう季節限定ものに来るのが私初めてなので、すごいでかい。そしてみんな盛り上がって写真撮ってますね。撮ろう。スパイダーマンがなんと10分で乗れます。歩くだけ。けミニオンの世界に決まった。ゴルフィングリーあっちではショーやってます。イエーイ。ということでかなりクリスマスチックなんですが、可愛らしい。50分。これエクスプレスパス。エクスプレスじゃないよ、エントランス。ということで、前の動画でカップルを作り終えた後のユニバタイムです。イエーイ。ということで開放感に満ち溢れております。やっとオフです。でここからはですね、一緒に付き合ってくれたアメダスちゃんのご希望でキティちゃんのところにやってきました。なんかこのキティちゃんは、目が時間たつきがあって目がハートなのっていうのがユニバの子らしいです。そう、カップルも仲間入りだよ。カップルさんをこうやって。かわいい。かわいいよね。ね、かわいい。なんかいいね、薄い色かわいいでしょ。薄い色かわいいってどんな抽象的な褒め方や。すごいわその褒め方。名前知らないんだ。でも名前知らない、やばい。
エルくん。あ、ダニエルくん。ケイさんがいます。かわいい。かわいい。触りに行く？うん、大丈夫だよ。ちょっと緊張し始めた。ケイさんに見ていく？ということでお店の中行ってきます。いや、ハリーポッターのところに来ました。でですね、ここにはあの建物とか結構工夫されてるところが結構あるんですけど、まずあそこのね、撮影スポットになってるあの車、あの車の汚し方について説明したいと思います。なんでやるの？でもあれはだってでもさ、すごい大阪っぽくに、まずそもそもの車に対してあの信号ですね、全体にかけてます。で、茶色っぽい方信号中に見せることによってサビがですね結構表現されてるんですけど、誰得の情報。いや私的にはそういう造形物に対してそういうのをね言いたいなと思ってそしてやってまいりました。入り口。あ、本当だ。雪すごい。これって普段は雪じゃないんですか？そもそも知らないんだよね。どうやったっけ？来たことがあんまないから、うち多分ハリーポッターで来てから2回目とかなんですよ。ちょっと USJ あんまり来れないんで。でもすごい雪景色です。ね、すごい。わあ、建物の作りがあれいいですね。あそこのカーブしてるところとかね。わかんないよ。え、なんで分かってよ。分かってよ。え、でもすごいですね、こうやっていろんな造形物が結構すす汚れた感じだったりとか。感謝。あ、やっぱ雰囲気出すって大事ですな。うんうん。ちなみに私この辺のお店入ったことないんですよ。入ろうよ。混んでるんで入ってみます。いつも混んでて、私来た時はなんかすごい混んでる日ばっかで、なんかね、整理券がないと入れないみたいな行列だったんですよ。なんか初めてこのお菓子屋さん入りました。あ、かわいい。え、かわいい。え、すごい。この中で変なものいっぱい。あ、まあハリーポッターの世界なんで。え、すごいですね。うわ、なんか風来た。そしてそこでキティさん。キティさん。エンドカポエンドカポカポエンドカポ。もう自由です。自由にやってます。すごい素敵なお城の元へやってまいりました。すごいですね、これ。え、てかすごい。え、これ本当に建ててるんだもんね。それがすごいよね。作り込みすごいわ。かっこいい。いや、でも同じことを例えば60分の1のスケールとかで誰かの机の上とかで作ればきっと再現できるので、やり方は一緒なん、全部。そう、素材がちょっとね、コンクリートだったりとかちょっと硬いものだったり、耐久があるだけで。そんな話になんのみたいな顔するのやめてくれる？私はそういう感じでこれをね見ております。天使がなんたらなんかくれたものが始まりまーす。ということで、すごいこうするたくさんこうね座ってるところで今なんとなく座り始めて、うん、多分場所取りの人とかはすごいと思うんですけど、じゃないね、緩めに見たいと思います。楽しかったね。なんかエヴァからスパイダーマンからミニオン、あ、ミニオンからちっちゃいミニオンも乗って、うん、ジョーズとキティちゃんとなんかハリーポッターと、うん、なんかいろいろしました。超空いてました。空いてた。しかも夜になってるのに今全然寒く、お、来た寒くなくって見やすい感じなので超ハッピーです。街中が輝き出し、始まる。人々に笑顔があふれ、誰もが心を踊らせる。
ショット動画もいいかなと思うので、ゆるい動画ですがまた付き合ってもらえたら嬉しいです。今日はみたすちゃんもありがとう。ありがとう。ということで素敵な風景と一緒にモチエンジ TV でした。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。